ここが談話室です、ここはリニューアルを機にラーニングプログラムの拠点として作られました。京都市京セラ美術館の2階、東側です。本館の2階東側にあります、どなたでもご利用できるスペースなので、ぜひご活用いただければと思います。はい、これはアーティストの小山田徹さんが作ってくれました。大人から子供まで、障害がある方も子連れの方もどんな方でもここに座っていろんな対話を楽しめるようなツールです。机にしてもらってもいいし、荷物置きにしてもらってもいいし、ちょっととにかくなんか座ってみるとちょっと楽しい気分になります。次はこの机ですが、この机は、リニューアルオープンする直前の2019年3月まで、学芸家の皆さんが実際に使っていた京都市の備品です。備品でした。大変古いもので、とても学芸家の皆さんも愛着を持っておられる方もいました。今はこの談話室の、机として、置かれてあります。ここに座ってみんな学芸員になったつもりでいろいろラーニングツールを使って勉強したり研究したり、作品どういうことなんかなってここでね考えてもらえたらいいなと思って置いてありますので、ぜひ使ってください。でここには、たくさんのラーニングツールが置かれています。メインとなるのはこの名画との縁結びシート、じゃーん、これはナンバー6ですが、この美術館のコレクション作品の中からいくつか選んでワークシートを作っています。はい。リニューアルを機に、この美術館にはコレクションルームというものができました。いつでもこの美術館のコレクション作品が見ることができる場所です。そのコレクションルームで展示されている作品の、ワークシートがいつもここには置いてあります。実際に、手に取って作品を見ながら楽しんでください。だからここで談話室に行って、でもコレクションルームにも置いてあります。ここで書き込んだりする作業をしてもいいし、で書いたものをこの本マカファイルっていうファイルに入れてってくれてもいいんだよね。はい、これだけ読んでいても結構楽しい。ここに置いてあります。あとは、もう少し簡単な取り組みやすいワークシートも作ってあります。これは色を塗るだけだったり、これはこの絵の見どころは何々と何々ですって、もう、はい、もう独断と偏見で書くっていうそういうようなものがあったり、これはアーティストの小谷元彦さんと一緒に作ったんですけど、ここの中央ホールの昔の写真、施工当時の写真、1933年の写真が書いてあって、リニューアル後の実際の場所と見比べて想像したものを書いてもいいようなワークシートです。はい、裏にはいろいろな資料が書いてあったりします。これは展示にもなってます、うん、はい、これ言葉だけにしたのもいろいろな言語に翻訳できるものを作りたいなと思って言葉だけ のツールを作りました。はい、談話室でいろいろな談話をしてもいいんですけど、耳が不自由な方たちも一緒に談話に参加できるように、筆談用のこういうホワイトボードのように書いて消せるようなノートも置いてありますので、ぜひ使ってください。総合案内には筆談用のこのホワイトボードとこの食地図もありますので、ぜひご活用ください。あとこれかな。そうだね、これは
この談話室オープンを記念して作った冊子で、この談話室に込められた思いがいろいろ載っています。ここにもラーニングツールについての説明も書いてあるので、ぜひ見てほしいですね。あと今までこの京都市京セラ美術館で行われてきた、ラーニングプログラム、今までの歴史も載ってたりします。あと冒頭では、青木館長と富塚さんがこの談話室に込めた思いを、語り合ってますので、面白い内容です。この映像を見て、この本中ファイルもさっきと同じようにみんなで開いて見てもらえるものです。こういう謎だと思うものや出来事を探そう、これかなり面白い。みんなの日常の謎がいろいろ書かれてたりして、あと美術館の中で見つけた不思議な形とか、書かれています。ぜひじっくり見てほしいです。はい、この奥が談話室自室という場所で、こちらも、談話室として使っていただけます。ここに座って映像を見てもいいし、ね、ちっちゃい子たちが来たらここでくつろいでもいいし、これもいいし、でここには、ラーニングで作ったいろいろな映像が流れています。ここで映像流す映像はすべて京都市聴覚言語障害センターさんに手話と字幕をつけてもらっています。この手話と字幕があることで、耳が聞こえ、目が見える人にでも実は内容がすごく分かりやすく、伝わってくるようになってますので、ぜひご覧になってください。あと、ラーニングプログラムではこの談話室を活用したプログラム、談話室ぽよよんタイム、ラーニングスタッフ在室日というのを行っています。午前中の時間帯にやる時もあるし、こういう午後の2時から4時とか、午前中の時は11時とか10時とかかなやる時ありますので、この情報は、ウェブサイトのイベントのページに掲載されていますので、ぜひ確認してここに来てくれると私たちがいます。今までだと、そうだね、いろいろな美術の鑑賞のことについてみんなで話したりとか、みんなでラーニングツールどんなものが次あったらいいかなって話したり、あとは、学生とかね、美術教育に興味のある学生がみんなで来てくれたりとか、いろんな人が来るね。この美術館をどうやったらみんなで楽しめるかという話をいつもしています。ぜひいろんな意見を聞きたいと思ってます。輪の中に別に入らないで遠目でこうね、こうなんとなく聞いてたりという参加者もいるし、無理には声をかけませんのでじゃあ皆さんぜひ、京都市京セラ美術館の談話室をご活用ください。